はいどうもおはようございます桂春長でございますおはようございます塩田恵美ですえっとねあのー、最近、はい、ちょっとすっごい自分の中で、はい、ものすごく変わってきたことが一つあるのが、はあ、こないだもちょっとちらっと言いましたかね、うん、あのー、打ち上げとか行くじゃないですか、はい、あるいは食事会とかこれね お酒を飲まないと乗り切れなくなってきたんですよ。はあ、ええー、<laughs> あの春長さんが、はい、お酒を飲めなかった春長さんが。ええええ、変わってきましたね。や,やっぱりねなん、あのー、でしょう、うん、その力を拝借しないと人と喋れない。あでも逆に言うとお酒の力をややっっっとと分かったってことですねねそうやね <laughs> いいでしょう。 いやでもすごいよね <laughs> すごいすごい確かにあれってうん、もうノミニケーションなんて言葉を誰が作ったか知りませんけどノミニケーションよできてるなと思いますねそれなんか大和実業グループが使いそうなレッツノミニケーションですよ <laughs> <laughs> ワイワイウキヤグラジャヤとかでバブルの時あったよねバニーガールが出てくる CM <laughs> そうでしたねありましたよね、うん、いやだから だけど本当に飲める量って正直<ー>知れてるんですよ。備え、はい、言うたら飲まれへんねんけど。はい、でもねなんかね結構酒日本酒の扱いで言えば二合ぐらい。え？春朝さん一人で？え。それは立派な量ですよ。え二号飲めたら。これってもうちょっとぐらいあの仲間に入れてくれる？いやもうお酒飲めますでいいと思いますよ。 いやでももうベロベロやでその代わりに防空でしかも寝るしああと銃でねへえ <laughs> でまた復活するんでしょはあ、いやだから僕飲む時だから先輩とか言ってる時、ね、あの僕飲ましてもらいたいんですけど、うん、飲んだらちょっと寝てしまう可能性あるんですけど <laughs> よろしいですかってでもなんか飲む人からすれば、うん、寝てもそれが失礼に当たっても飲んでくれる方が嬉しいみたいで、うんうん、ああそうでしょうねーいやーわかりますーあれー そやしね、うん、この間ついにあの家飲みを観光してしまったんですよ。いやなんかなんか家で飲むということはどういうことなのだろう<あ>ということを<ー>で家って別にコミ,コミュニケーションする必要ないわけやんか<ー>コミュニケーションも何も家やから、うん、もう別になんか普通な状態なわけやんか。で 俺はやっっと分かってんでも<え>そマッコリててきてな<あ>マッコリすごい好きやねんけど、はい、マッコリをこうこうってきて嫁はもう子供産んでからずっと飲まへん、ね、昔はよう飲んだけど飲まへんほい、うん、で僕が「あのー、ごめんマッコリ買ってきてんけど、うん、飲んでくれる?」って言って一緒にいて言っ,って言ったらほんならなんか食い気味でいいよって言ったんですよ。うん れってもしかして嫁はなんでやめてたか言うたら俺が飲まへんからある意味乗ら,乗らないあーそうだったんですねなそういうことですよしんちょうさんほんで俺な一人で飲んでも楽しくないからねいやそういうことやね、うん、ほんで僕飲むって聞いた時に「いいよ」って言ったき言ってくれた時「き、うん めっっちゃ嬉しかったんや<ー>これや!」思って <laughs> なんかの「飲まへんのかい!」とかって言って言うと「<ー>いやそれど飲まへんのかい」って何言ってんのって今で思ってたんやんか。 俺は別にそのウーロン茶でも楽ししんでるしあもう全然違いますもうそうよう言わはるでしょう、はい、ウーロン茶でも飲んでる人と同じテンション保てるからとか、はい、あれ全く違いますから、ね、<laughs> 言うときますけど全く違いますから <laughs> もうこのねこっちがだんだんねこうほろ酔いになってこう寄ってきたのは分かるんですよねそうなった時にもう冷静な目線でこうなんつうか冷静にはしゃいでる姿はつらい。 はいはい、はい、は一緒にぐちゃぐちゃになる <laughs> そうなんですよそこが楽しいんですよねはい,はい,、はい、いやほんまなんかね横のケッタイのおっさんと喋ってたりとかすることもあるし俺最近は <laughs> すごい今まで上級はね上級上級 <laughs> なんかこう べちゃべちゃ喋ったりとかしてそ俺落語の枕でこないで言うたんやんか「うん、俺今なんで酒飲んでけへんかったんかなと思うんすよ」って言って<笑><笑>横のけったいなおっさんと喋ってたりとかするし「うんうん、ええねえ」って言うたんですよ,しよそしたらお客さんがなんかしゃんけどすごいなんかこういい笑顔で笑ってくれてああやっぱりこれってこれって伝わってんねやなと思,はい、ね、思ったわけ。うん、よかった いいお酒だから今まではねなんかあのー、あかん時に飲んでたと思うの。はい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 あ,あのねそれはパターン分かれるんですよ、うん、あの私は逆で、えっと、楽しいことがあったりとか、うん、もしくはそのなんかこう大変なお仕事が終わった開放感とかそういう時にお酒を飲みたくなるんです。うん でもなんかねすっごい辛いとかなんかそれでお酒でこう気持ちを紛らわすっていう人もいてとどっちかに結構分かれるんですよね、うん、で私はその感情がこう増幅されるから、はい、辛い時にお酒飲んだら辛さが増幅するんですよだからもう楽しい時にしか飲まないえそれマジな、うん、辛い時飲んだら、うんうん それれが増幅されるの私はですよ感情が増幅するからだからそのしんどい時とかはもう全然飲みたいと思わないんですけど楽しい時の方がもうお酒進みますねあえそれより前に聞くけど恵<え>ちゃんが精神的にろになることってあんの <laughs> あのもうめったにないんですけどそ、まあ、あったらきっとそうだろうなと。<laughs> <laughs> あんた浮き沈みって。 ウキウキやろどっちかというとウキウキってそういう意味なのかなそれはもう私は名探偵コナンと同じぐらい抜群の安定感ですからね <laughs> あの精神状態は抜群の安定感ですから <laughs> そうですそうそうそう <laughs> コナンの興行成績ぐらい同じらい抜群の安定感もう抜群の安定感毎回50億円 <laughs> そうです, <laughs> そ,うですそうかいや俺だからどんなこと 今までで唯一の飲んんんたことがあんねやんか必ずこの時に飲んでたって、はい、もうこれ今やから言えんねんけど、うん、俺ほんまに実はあの30あれ何歳30歳か31歳の時に初めてラジオのワイドを出してもらったんですよはい一曜日だけやけど 2>, え<っ>2時間番組完無理やねんこれすごいです、ね、初の、ねね、それが OBC であんた、うん えー、桂春菜の、えー「だから土曜日」っていう番組 <laughs> ところがこれがもううまいこといかへんのですよ喋りが。りが俺も一生懸命喋んねんけどそれがどうやらお全然おもろない <laughs> そうなんですかでもおもろないおもろないって言うて言われるねあの今仲ええけどあの DC 来るの平野い<ー> <laughs> 名前出さなくても <laughs> いやもういいえ。俺はもう今は 今はごっつい、あのー、平野ほんまなんというかもうソウルメイトぐらいになっちゃってるんだけど当時はもう言わんといてくれと<ー>そこまでもう,追い詰めもう十分追い詰められてんの、ね、<ー>俺と<ー>追い詰められてるからこれ以上追い詰めんといてと思ってたんやけどだから俺な実はこっそりと本番前にぐーって酒飲んでやっとったん、えー たんですか。喋られへんのよ。ノマント。へえ。グーって、あの、なんか梅酒の、なんかソーダ割りみたいなのを。グ、うん、ーって飲んで。それで、やって、なぜ、なぜかというと、高陣さんがいつもそれやってたって聞いたから。<ー>酒飲まな、喋られへんっていう時期あったと。はあ、そ,それ、なんかわかるなあ、思って。うん え俺ももうそれで行こうと思ってぐーと飲んでおい、うん、で喋って、まあ、それでもなんかあかんかったけど、うん、そうやけど何かしらちょっと突き抜けた感じのしゃべりはできててんけど、うん、それでもまあ,あかんかったんやんか。<ー>でこの間久しぶりにあの堀江の「スワロー・テイル」というところで自分の落語会があった時に。 なんかもう何でもありの会みたいな感じでずっとやってはいたわけ 1> で1席終わったところでモンシロことトークしててんけどもう皆さんも飲みませんかと <laughs> 僕もあとトークと,<え>えーとあと2席やらなあかんねんけど<い>あのー、飲むわ言うて。<laughs> うんで、ちょっと、ちょっと、ビール出してって言って。だから、もう、ほん、だから、ゆうか団のライブみたいにしようや、って言って。それやったら、そう。わかるどんなになるか、それやってみよう。全部実験や、言うて。ほんで、ビールもできてよりクククク飲んでてんか。ほんなら、もう、ごっつ、照明が熱いから。 すぐ回って「うわ、えー!」って言って「よし!あの」ってでトークもちょっと上げてきたから楽やるわって言って「あの一文笛」えー、人情話やね、えー、やったんやけど一文笛ってちょっと締める話やん。そ<ぁ>やけどこっつ次から次からアイディアが生まれるわけよ。こ、えー、っつ自然に自然に喋ってんねん。えーすごいだから一文笛の最初の部分でなんか結構なんかウケたりとかして。 最初の部分でるし<ー>今までで一番ええー、一文笛のお客さんももう分かるそれは分かんねん分かんねん<ー>ほんで終わった時に「これ避けてええね」言うて<ー> <laughs> でも,もうお客さんもそれでまたバーン笑って「<ー>ちょっと飲んで」ぐらいでやった方がええんちゃうか言うて肩の力抜けるんですえ ところが次「あの八五郎出世」って言ってちょっと長いまたこれまた人情話なんやけどやったら完全に冷めてしもてんやんか <laughs> 怖い <laughs> あそういうことかこっつ怖なってえーえー、俺今までのなんかあのカスタマイズされた自分がおらへんわけやんそこにはあだから若干肝大きくなってるしそう それこれ落差が恐怖を感じさせるわけ、はあ、それこれはだからあかんわ思ったこれ, <laughs>、ね、これはもうやめようと思ったそれ難しいですね冷めないぐらいのお酒の量っていうのを飲むの大変ですね、うん、その加減がまだ分からへんからねかでねえー、でもなんかいいお酒を飲んでますよね春長さんいやいやいやそうなんですよ、うん、で、えー これはあ土曜日の話ですかね、はいえー、土曜日に、えー、えらい落語会があって、うんえー、まあいうたらその上方の五流派が集まるっていう五流派って何かって桂いうても三3つある「はい、分子米長春男次系統」統で笑福亭林屋、うん、ほんこれが上方の五流派やと。うんえー、でまあいうたら「露の」っていうのはうちの春男次に入るから。の 五郎兵衛師匠と、うんはい、私の師匠の春團次っていうのは兄弟弟子で二<あ>人とも二代目春團次の弟子なんやんか<ー>だから吉次兄さんとか広く言えば親戚やんええ<ー>身内あそうでしたかあの門はちゃうけどうまあ広く言えば春團次一門なんですよだからまあ五流派の中に入ってるでそれで今回は文、えー、鎮雑魚場 人知染春朝やっへえ、うん、それで<ー>、えー、やって、うん、であのザコバ師匠とあ「ちょっと行こうか」って言ってで、それであの南へ行ったんですけど、うん、もうそれで最初はお寿司屋さんやけどもうくくくくくくもうみんなで飲んで、うん、僕ももう扱えんげってなんか飲んでても,もうみんなええ感じになって <laughs>、はい、であの。 もうほんんまいいろんな話聞いたですね雑魚場師の昔の話とかすごい面白かったですよ。なんかあの、えー、そういえば昔あの「サンスポーツ」っていうのをうちあの家取っとったんやけど、うん、それ今まで一面っていろんな一面見てきたけど一番インパクトのある一面だったんですよ。雑魚場師が鬼の形相でクーってなんか道歩いてるところがバーンって一面やでバーン映っててその横に言うたら「 上方落語協会をや,やめはるという時の二十何年前、うん、30年前近くの話かな、うん、25年渡たってるかな、うんうん、そこの,あのタイトルが「ザコバやめたる!」って書いてあるたんでしじゃく尺兄ちゃんの方が大事や!」って。<laughs> あや「これで何があったんですか?」って言って「い,いえもうなんかあのとりあえずちょっといきさつは俺もようわか忘れたけどな <laughs> とりあえずもうなんかあのシジク兄ちゃんが辞めて <laughs> それでごちゃごちゃ言われたから俺ももう「女辞めたら」言うて辞めたんやほんならサンスポンにそう書かれてたんちゃうかシジク兄ちゃんの方が大事やとそれ言うてるか言うてへんか俺分からへんけど。うん、多分言うてる <laughs> <laughs> ほんで「やめたら!」ってその教会の,あの生玉さんでその時は総会やっててんけどなやめたら!」って言うて立ち上がったんやんか。<あ>ほなその時のなんか誰かの先輩にあ「おやめになるのは結構ですが、うん、きれいにしていってからやめてもらえますか?」っていうふうに言われたんや綺麗、うん、きれいに」ってそれどういうことでかって言ったら「うん、いやあの教会費を払っていらっしゃいませんって <laughs>

せやからはまあ言うたら「払ってない人間がおららへん、うん、まあ言うたら繁盛亭のギャラ」とかからも引かれたりとかそだからそこで年会費は払っているわけですはいでも当時はほんまに自分で払わなあかんから、うん、あまあその滞納するっていう意識はなくても勝手に積もっていってるっていうのはあったんでしょうね、うんうん、なるほどええ 「今はーはるたら」って今「今お弟子さんの分もちゃんとしてくださいよ」って言って「あら弟子は俺と一緒にやめんねやな」っほんなもうやめるに決まってるから師匠がやめるって自分はいるなんて言われへんから全員ね当時まだ泊まる師匠今の塩代さんだからもう全員バーって立って「うん行くで」って言って「弟子はお前,お前らもはるてへんのか」って言って「どれだけはるてへんねん」って言ったら全員手挙げたらしい。<laughs> これ結構だ量量なの。そうですねその時にザコ場所からあのー、言うたことがよっしゃ今度ハロタラって今度ハロタラ待ってくださいとかそういうのは出てこないですよねもう勢いづいてるから <laughs> そうそうそう今度ハロタラ 面白いでもうほんで、まあ、神戸の繁盛亭うんぬんかんぬんみたいなことになって、はい、それでうあのなんかちょっとみんなね誰も予定地を見に行かないんです俺は神戸繁盛亭の委員なんやけど、うん、実はこれごっつソベジりさんから「春直それダメよ!」って言われたんが俺も見てへんねんやんかああ建設予定地って。ね <laughs> なんかあのまあ、旗ざ落ちみたいになってるとかっていうふうなこと聞いたんやけどそれでまあ,あのこれはどうなのかということをみんなに見てもらいたいみたいなのがあってね「あ,あそうか」と「分かりました分かりました」わかりましたとほんな座ザ師匠が「ちょっとあのー、なあ分かった俺明日休みやから春朝、えー、お前で」っ、え、て、ー「いや私あのー、午前中空いてますよ」ってうしようしほんだから、あのー、9時にな」。 桃山台の駅で待ち合わせや<ー>なそこであの一緒に行って、うん、どういうもんかちゃんと見よう、うん、見なあかんからこんなん行くでって言って、うん、んこんなんなんか染地兄さんがその夜見るのと昼見るのと全然違うんですけどねみたいな <laughs> やっぱりだからいろんなあの状態景色,、ね、景色が違うからやっぱり僕らってやっぱ昼席も夜席もあるやんかんでどっちもやっぱり見てもらわないとダメだったりするからまたあの見てくださいと言って。 女ら、分かった。今から行こうやないかい。えー、10時半やで、それ。もう夜も夜やで、ね。<laughs> 10時半今から行こうやないかい。え、南からどうしますのって。うん、タクシーで飛ばしていかんかい。ええー、豪快。さすが師匠<ー>師匠、すごい。みんなで行きましょうって言って。ほんで、その、ばー行って。それで、深海地着いて。<ー>ほんで、うんちゃん、ちょっとここで、ちょっと止まっといてや、てな、ほら、もう見たらまた帰ってくるから。それでまた南まで帰ってもらわなあかんがな。 でわましたっって言って言運,運転手さんもほんでカッ見てんでこうかよっしゃ分かったってほんでまたタクシー乗ってバーッとまた帰ったわけほんでまた染谷さんが「いやちょっとあの朝の雰囲気とか昼の雰囲気も見てもらわなあかんのです」だから もう一回次の朝行くがな!」言うて「<laughs> 春朝も空いてんねんな」って言うて空いてます。<laughs> ほんだらお前明日もここ今これ何時間後やな9時間後,後やけどお前桃山台の駅立ってわかりました俺 <laughs> らもう,もう酒入ってるからみんなガーだって「行 <laughs> きますよっしょーって言って「お朝の顔も昼の顔も夜の顔も見ながらなこの土地!」。<laughs> そうですよねしょと、おっしゃ行くね、言ほて、骨帰ってきてまた飲み出してもう2時ぐらいまでうえーッって大鼓 <laughs> へー大鼓を呼んでほんでまた帰ってうんならまた明日だ !6 時間後やな !6 時間後って言ってで、僕めっちゃ眠たい,い,い、ね、なんかもうヘ、ね、ロヘロになって 言うても、それ10時間ぐらい飲んどるから、4時ぐらいから初めて、何時ぐらい,い,いな <laughs> 飲んでるから、もう俺もヘロヘロになって、ほうね <laughs> まあ、ももやもロータリーのとこでザコバショを当ててるけど、明らかにテンション低いんですよ <laughs>。<laughs> さ <laughs> 抜けてないよ、さっき。そう、全然、いやいや、もう、あの、いえ、完全に抜けてしまってるからで、こその。抜けてるからこそ。の抜けてなかったら、運転できへんし。ね、完全に抜けてしまって、うん、テンションが、どこにもないんですよ、もう。ほんで、ああ、助手席乗りいな。言て <laughs> すごい静かや。もう、二人とも、完全に無言のまま。<laughs> ずーっと足やぐるほとんど無言のまま尼崎足やーって言ってほんで僕ちょっとドキドキしながら「師匠 <laughs> もしかしてテンション低くなってないですか?」って言ったら「わ <laughs> かるよな」ほんでそこで言わはった一言が「<laughs> な覇春長酒ってすごいな」って <laughs> <laughs> 桂春長のバタフライエフェクト。